4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはブローデンジャラス。あと 200m、 先頭は河内サンライズ。残り 100m、 河内サンライズ先頭。2番手はメジロランバダ。河内サンライズ1着。河内サンライズ完勝。河内サンライズ1着。2着はメジロランバダ。これは桁外れの強さだ。河内サンライズ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってパワーファンシー。パワーファンシー先頭。あと 200m、 パワーファンシー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。パワーファンシー先頭。スパイネイル追いすがります。パワーファンシー、パワーファンシー1着。2着にはどうやらスパイネイル、見事に勝ちました。パワーファンシー、カワチシェル敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。